俺がオペを始めたらもう誰にも止めらんねえぜ。全命に危険なしさ。ああ、お前は例外みたいだな。ぜひも俺の不足に背く悪党め。皆様が俺の仲間を傷つけさせない。よし、皆々様方、再検討のほどを何とぞ。皆々様方、再検討のほどを何とぞ。おっと、まあまあ落ち着いて。茶が命に危険なしだ。さあ、いいですか。和をもって財を生ずですよ。皆々様方、再検討のほどを何とぞ。おっと、まあまあ落ち着いて。先に進めると思うな。おっと、まあまあ落ち着いて。茶がこぼれるでしょうが。指示を。全この薬、悪い奴を抗戦させる効果がありそうだぜ。ぜひも悪者いじめは許さん。指示を。よしよし、安心してちょうだい。俺がいるでしょう。ザ天使、俺の規則に背く悪党め。指示を。じっと叱ってやりましょう。ほどほどにね。してるといざという時。じっと叱ってやります。天使見せてあげよう。相当命に危険。言わんこっちゃない。落ち着けってあれだけ言ったのにね。いいですか。和をもって財を生ずですよ。皆々様方、再検討のほどを何とぞ。本当に議論の余地なしなんですかね。天使見せてあげよう。相当八山宝の神髄を。はい、ぜひも俺の規則に背く悪党め。俺がみんなを守る。の臨床士、皆様方、何をお話で。どこに向かって。俺の仲間を傷つけ。おっと、まあまあ落ち着いて。命に危険なしさ。おっと、まあまあ落ち着いて。茶がこぼれる。おっと、まあまあ落ち着いて。茶がこぼれる。おっと、まあまあ落ち着いて。茶がこぼれるでしょうが。皆々様方、再検討のほどを何とぞ。本当に議論の余地なしなんですかね。指示を。じっと叱ってやりましょう。ほどほどにね。あなた、皆々様方、再検討のほどを何とぞ。いいですか。和をもって財を生ずですよ。あなたが。おっと、まあまあ落ち着いて。茶がこぼれるでしょうが。接してると、いざという時痛い目に。皆様方、何をお話し。医学は開けたら二度と閉じる。いいですか。和をもって財を生ずですよ。旦那、ここで休んでるといいよ。俺が戦場をきれいにしてくるからさ。